実話怪談新耳袋。暑い。大型ショッピングセンターで大火災があり、大勢の犠牲者が出たという事故があった。ちょうどその夜、同市内にあるバーでの出来事である。馴染みの三人の客を相手に、マスターがカウンター越しに雑談をしていると、ゾクッと背中におかんが走った。振り向くと、厨房の窓の外を雨が降っているわけでもないのに、髪の毛がびっしょり濡れた、若い女性が店内を覗きながらスーッと横切る。その女と目が合った。暑い。その女はか細くかすれたような声でそう言うと、すっと窓からそれて見えなくなった。全身鳥肌が立って、しばらくマスターは硬直したように我を失っていたが、カウンターの客を見ると、彼らもそれを見たらしく、真っ青になって顔を見合わせている。ここは2階で、あの窓の外を人が歩けるわけがない。今見たものが信じられず、気味が悪くなって早々に店を閉めてしまった。翌日の朝刊に近所のショッピングセンターの大火災がトップに出た。火災があったことはもちろん知っていたが、マスターはその朝刊を見て思わず、これだと声を上げたという。犠牲者の写真にあの厨房の窓を横切った女性がいる。慌てて昨晩飲んでいた3人の客に連絡し確認を取り合ったが、確かにあの女性に間違いなかった。その女性は今もたまに出るのだそうだ。チリンチリン。鳩の出る部屋。ある大学生寮、ここの一番奥の部屋に
M 君の先輩が住んでいた。その先輩の部屋に鳩が出るらしい。朝になると寝ている先輩の枕元にどこからともなく一羽の山鳩が舞い降りてきて、ククッと鳴くのだという。目覚めの悪い先輩はその鳴き声に起こされてもしばらくは布団に潜り込んだままで、起き出した時には鳩はどこかへ飛び去っており、その鳩の姿を見たことはないというのが先輩の話だ。先輩が外泊したとき、その鳩が M 君の部屋に現れた。朝、枕元で鳩の鳴き声がする。あれ？そうか。先輩が留守だから俺のところへ来たんだな。 M 君は目をつむったまま薄ぼんやりとそんなことを考えていた。鳩はだんだん彼の枕元に近づいてくる。その時だ。自分の体が動かなくなった。あ。目を開けるが、仰向けに寝ている体がどうしても動かない。鳩がこちらに近づいてくる鳴き声だけがはっきりと聞こえる。いや、違う。彼は全身が凍りつくような思いをした。今まで鳩の鳴き声だとばかり思っていたその声が人の声であることに気づいたからだ。笑いをこらえるときに漏れる低い声、いや苦しさをこらえるときに出る声か。その声が枕元で、しかも畳から十数センチの低い位置から聞こえる。声はだんだん M 君の耳元に近づいてくる。息もかかろうかというところまでやってきた。しかしなおも体は動かず、声の主は視界に入ってこない。それが幸いだったかもしれない。生首が畳の上を這ってくるような気がするからだ。見ない方がいい。そう思って M 君は目を閉じた。しばらくすると体は軽くなり、男の声は再び畳からそんなに高くない位置に戻った。声はだんだん隣の部屋の方へ移動してゆき、やがて消えた。
斜めの男。都内に住む F さんの話。ある夜、2階の部屋で宿題をしていると、ベランダからすごい音がした。鳥でもぶつかったのか、とカーテンを開けてぎょっとした。ガラスに男の人の頭が張り付いている。うわっとカーテンを閉めた。今見たものは何だと取り乱した。階下から父の声がした。おい、事故だ。見に行くぞ。表ですごい音がしただろう。近いぞ。すごい音は確かに聞いたが、聞いたのはベランダの音だ。この部屋にいるとカーテンの向こうが怖いので、すぐさま F さんは外に出た。家からすぐ近くの電柱に車がぶつかって、前がぺちゃんこになっている。よく見ると、電柱が車の全部の奥まで食い込んでいて、近所の人たちが懸命に割れたフロントガラスから運転席にいる人を助け出そうとしている。救急車がやってきた。助け出された運転手が担架に乗せられた。あっと F さんは声を上げた。あの服装、体型、ベランダのガラスに頭をぶつけたあの男だ。顔立ちは暗くてよく見えなかったが、頭から一筋の血が出て顔へ流れているのが見えた。もしやと思って振り返った。自分の部屋のベランダが見える。あの男の右手が指していたのは、この事故現場だった。開かずのトイレ。ある高校に野球部の寮がある。その寮は昔、女子寮だったそうだ。噂ではあるが、その頃
寮のトイレで女生徒が首を吊り、貯水槽に顔を突っ込んで死んだというようなことがあったという。建物自体は改装が施され、見かけは新しくなったが、どうもそのトイレだけは皆気味悪がった。特にその首吊りがあったという奥のドアは開かずのトイレになっていた。ドアには鍵がかけられ、釘が打ち付けてあり、使用禁止の札がかかっている。新入生の S 君はここの野球部に入った。ある真夜中、 S 君はそんな噂を知らずにトイレに行った。S 君はトイレに入ろうとドアを開けた。真夜中ということもあったが、真っ暗な目の前のトイレはあまりいい感じはしなかった。S 君は素早くトイレの電気をつけた。トイレのドアが3つあり、早速一番手前のドアをノックすると、中からノックが返った。あれ、人が入ってたんだ。電気が消えていたのになぁと S 君は思ったが、早く用を足したいせいもあり、あまり気に留めなかった。2番目のドアをノックする。やはり中からノックが返る。ここも入ってる。 S 君は真夜中に珍しいこともあるもんだと思った。続いて一番奥のドアをノックする。するとノックは返らず、そのままドアが開いたので、S 君はそこで用を足した。さて、用が終わり、水を流そうと鎖を引っ張ったが、トイレが古いのか、水の出が悪くて全然流れない。このまま汚しておくと上級生に大目玉を食らうと思い、部屋から洗面器を持ってきて水道の水を汲んでは便器に流したが、それでもうまくいかない。仕方ないので寮長の先生を起こしに行った。しょうのないやつだなぁと先生はブツブツ言いながら、掃除道具を持ってトイレに同行してくれた。どこだ？はあ、あの、一番奥のトイレです。すると、先生の顔が青ざめる。あそこは開かないはずだぞ。どうやって開けた？よく見ると、誰の仕業なのか、鍵が外され、釘も抜かれていた。嘘でしょう。と、S 君はすっかりビビってしまった。このまま放っておくわけにはいかない。試してみると、やっぱり水が流れないので、先生は貯水槽によじ登ってみた。
その瞬間、うわあ！ものすごい量の長い黒髪が水を詰まらせていた。鳥居の上の階。ある夏祭りの黄昏時、神社の境内には露天商が軒を並べ、大勢の人々が行き交っていた。その境内で B 君が友人と話をしていた時だった。二人ともしゃがみ込んでいた。 B 君からは友人の横に高さ2メートルくらいの小さな赤い鳥居が見えて、友人からは B 君の横に井戸が見えていたそうだ。話している最中にその友人が、わあと何かに驚いて、吸っていたタバコをポトリと落として急に立ち上がった。どうした？今、井戸の中に首のない女の人みたいなのが落ちていった。という。気持ち悪いことを言うなよと言おうとしたとき、B 君は友人の背後の鳥居の上に見た。目を閉じて髪を振り乱した女の顔がこっちを向いている。それは顔半分が崩れ、あと半分は色白の美女。これは幻覚か？と疑おうとした瞬間、目がカッと見開いて B 君と視線が合った。その途端、周りの雑踏の音と露店の売り声がだんだんと小さくなり、ポツンと自分だけがその場に取り残されたように、全くの無音状態になったのである。女の目から、B 君は顔をそらすことができなくなった。女の目は、B 君を見つめたまま、鳥居の上をスーッと平行移動しながらだんだん横を向く。だが、目だけは B 君を見つめ続けている。やがてそれは真横を向いたが、やはり横目で嘲笑しているかのように B 君を見ている。鳥居の端まで行くと、再び正面を向きながら、真ん中にスーッと戻る。背筋に氷をつけられたような悪感が走った。ああ！大声で思わず叫ぶと、耳の遠くから
また売り子の声と雑踏が聞こえ始め、それが大きくなるとともに、その女の顔もスーッと消えてゆく。やがて人の雑踏と正面に立っている友人が視界に入ってきて、元の祭りの神社に戻ったのである。以来 B 君はこの神社には一歩も足を踏み入れていないという。一言。大学生の王君はもうすぐ卒業だというのに、就職活動がうまくいかない。面接を何社受けても受からない。そのうち今度は卒業が危うくなってきた。仮に就職が決まっても、卒業できなければ意味がない。もともと悩み症の王君、なんだか人生に行き詰まった感じがしてきた。ある日、ぼんやりとアパートの窓から夕焼けを見ながら、ため息をついていた。別に本気で言ったわけではない。ただ、つい王君の口からこんな言葉が出た。ああ、もう死んでしまいたいな。すると天井から。じゃあご一緒に。女の声だった。微笑み。ある若い母親が子供を産んですぐ亡くなった。父親は仕事で留守がちだし、血のみ子だということで、ここのおばあさんが死んだ母親の代わりに孫の世話をするようになった。いつも2階の一番日当たりのいい部屋に赤ちゃんを寝かせた。下で台所仕事をしていると、何やら赤ちゃんの笑い声がする。最初は窓から蝶々かトンボでも飛び込んできて、それが面白いのかしらと思っていた。赤ちゃんってもっと泣くものなのに、なんだか機嫌のいい子で助かるわ。とおばあさんは感心していたが、ある日、
台所仕事をしていると、赤ちゃんの笑い声が2階から聞こえる。あんまりそれが楽しそうなので、一体何を喜んでいるのだろうと、このおばあさんはちょっとした好奇心を持った。そーっと階段を上がって、ふっと赤ちゃんの寝ている部屋を覗いてみた。赤ちゃんの横に死んだ娘がいる。娘が、この子の母が、赤ちゃんの顔を覗き込んでいる。あっ。思わず声を上げると、くるりと娘がこちらを向く。そして、にっこりと笑って、ゆっくり頭を下げて、そのままふっと、書き消えてしまった。そしてそれ以後、そういうことは、なくなったという。もしもし。私が非常勤講師をしている専門学校でのこと。先生と学生の T 君に呼び止められた。ちょっと妙なことがありまして。この T 君は3日ほど前、友達のマンションに遊びに行った。会話が弾む中、知らない声が聞こえてきた。もしもし、もしもし。最初は自分たちに向けられたものではないと思って無視していたが、数分経つとまた、もしもし、もしもし。同じことが四五回も続くとさすがに黙っていられない。おい、さっきから誰か、もしもし言ってないか、と T 君が言うと、友達も、お前も聞こえるか、こんなの初めてだよ、と震え上がっている。その声は壁の向こうからするようなのだが、部屋の外は非常階段。そこに人がいたならもっと響くはずだという。それも大声を出したらの話だ。窓を開けてみるが誰もいない。変だなと二人で首をひねっていると、また声がした。もしもし、もしもし。今度は部屋の中からだ。そう思うと怖くなってきた。一体誰だ？どこにいるんだ？と言っていると、T 君の携帯電話が鳴った。着信の番号が表示されていない。さっきの妙な声のせいで、出るのがなんだか怖い。そう思っているうちに留守番モードに切り替わった。
でね、先生、これと、 T 君は私の耳に携帯電話を近づけた。この女なんです。この声、この喋り方。確かにか細い女の声でもしもしを繰り返していた。もしもし、もしもし、もしもし、もしもの上にいるもの。その日は雨模様でぐずぐずした天気であった。遊びに来ていた友人たちを車で近くの駅まで送っていくことになって、近道をしようとガソリンスタンドの脇の道に入った時である。前方の電柱のてっぺんに白くもやもやとしたものが光って見えた。おい、変なものが見えないか？近づいてゆくと、電柱のてっぺんに白い髪を乱した老婆が雨と風に打たれてゆらゆらと揺れながら立っている。なんだあれ。彼らの車は電柱の脇を通過した。その瞬間、どうした？老婆だ。そのあまりの形相に全員悲鳴を上げて車は急停止した。全員が再び車の後ろを見た時には、老婆はいなくなっていた。後ろ前、ある日の夕方、 T さんが商店街を歩いていた。大勢の人が行き交う中、向こうから黒く長い髪すべてを顔の前に垂らした女性が歩いてくる。まっすぐこちらに向かって歩いてくる。すれ違う手前で少し怖くなったので脇に避けて道を譲った。髪を垂らした女は何事もなかったように
そのまま通り過ぎた。あまりに様子が変なので、なんとなく振り返って女を見た。女の後ろ姿。その長く垂れた髪の間に顔がある。その目が自分を見ている。顔？思わず立ち止まった。そこへ女の正面からやってきたサラリーマンと女がぶつかった。そう思った瞬間、女は男の体をすり抜けるように姿を消した。サラリーマンは何食わぬ顔で T さんの横を通り過ぎてゆく。その後ろ姿には女の顔があった。見えた人、見えなかった人。友人のお母さんがこんな体験をしたという。勤め先からの帰り、いつものように乗る電車。その最後尾の車両に彼女が乗っていた。電車がトンネルに入った時のことだ。衝撃音がした。彼女は反射的にその方向を見た。これを見ているのは私だけかしら、と思って周りを見ると、一部の乗客が怖がって騒ぎ出した。また、車掌室のあたりを見て、あっと驚いて車両を変える人も出てきた。その時彼女は、これが見えているのは私だけじゃないんだ、と思ったという。しかし、どうも車掌にはそれが見えないらしく、それが自分のすぐ背後に張り付いているのに、なんだかキョトンとしている。車掌は、自分の方を見て乗客が騒いでいるのに気がつき、あたりを見回す。また、さっきと同じ衝撃が電車に響いた。乗客たちはわーっと悲鳴を上げ出したが、その一方で車掌室の方向を見ながら、車掌同様キョトンとしている人も大勢いる。
電車がトンネルを抜けた途端、窓に張り付いていた2体の女は跡形もなく消えたという。すりガラス。N さんという大学生の体験である。夏休みに入った N さんは実家に帰った。その日の夜、N さんは仏間で寝た。隣にはお兄さんも寝ていたというが、全身に得も知れぬ悪寒が走って目が覚めた。夢うつつではない。しっかりと目が覚めたという。ところが、部屋が真っ暗なのだ。隣に寝ているお兄さんの姿も見えない。いくら真夜中とはいえ、鼻をつままれてもわからないような闇になるわけがない。何かの明かりがあるはずだ。なのに、顔に近づけた手のひらさえも見えない。なんだ、この闇は。ふっと顔を上げると、前方にすりガラスが見えた。これがおかしい。真っ暗闇の中にまるで切り取られたような四角いすりガラスだけがある。なんだか不思議な光景にじっと見入っていると、すりガラスの向こうで何かが動いた。下からスーッと何者かが立ち上がったのだ。人の影。ばあさんだと直感した。しかしこの家におばあさんはいない。一体誰だ。それは真横を向いていて、その顔だけがぬーっと動いてこちらを見た。すりガラスだというのに、その時はばあさんの顔だけがはっきり見えたのだ。そのばあさんはものすごい形相でキーッと N さんをにらみつける。他は何も見えない真っ暗闇。ただすりガラスとその向こうにいるばあさんだけがこの空間に見えるのだ。あまりの異様さに N さんは、怖い、怖い、怖い、と思うが、体が硬直して、ばあさんから目をそらすことも、目をつむることすらもできない。ただ、吸い寄せられるように、ばあさんに目が釘付けになっている。手のひらに畳の感触がある。それがズズズッと擦れている。え、俺今どうなってんだ。思う間もなく手、膝、足の甲が
畳をズズズズズッと擦れていく。そしてすりガラスの向こうのばあさんがだんだんこちらへ近づいてくる。 N さんの体がばあさんに吸い寄せられているのだ。声にならない叫びを上げる。N さんは必死になって畳のへりでもつかもうとするが、一体何の力がそこに作用しているのか止まらない。大丈夫か？というお兄さんの声に目が覚めた。血だらけのお兄さんの姿がそこにあった。どうした兄さん、血だらけじゃないか、と驚くと、バカ、お前が血だらけなんだ。え？と正面を見ると、割れた障子のすりガラスと一面に落ちているガラスの破片があった。家中響くものすごい音で家族全員が起きたのだという。すりガラスに頭を突っ込んで血だらけになって気絶している N さんがいた。状況から見て N さんの記憶とは裏腹に、ものすごい勢いで頭からガラスに突っ込んだとしか思えなかったのだが、それよりも家族は不思議がった。この部屋にはガラスが一枚もなかったのだ。襖の隙間、彼女は物心ついた頃から家に帰ったら必ず玄関や部屋の戸は閉めるよう母親からしつけられていた。戸や襖が開いているとそこから誰か覗くんだ。それは隙だ。生活で隙を出したらダメだ。身だしなみもきちんとする。礼儀作法もきちんと守る。それと一緒、部屋にも隙を作ったらダメだぞ。彼女はその言いつけをよく守り、戸締まりは習慣となった。ところがある日、ふと部屋の襖が少し開いているのに気がついた。あっと思って襖を閉めようとすると、見知らぬおばあさんがその隙間からこちらを覗いている。腰の曲がった小さななりで、顔はしわくちゃ。しかし目だけはぎろりと光る、なんとも奇妙な恐ろしい形相で、彼女をきっとにらみつけると、襖を閉めた。その後しばらくは、襖の向こうの部屋に怖くて行けなかった。
動かすな。M さんという会社員が、奥さんと5歳になる娘を連れて旅行に行った。部屋を案内され、障子をスーッと開けた瞬間、重い空気が流れてきて、なんとなく嫌だなと思ったという。それでも立派な古い旅館なので、家族の前ではにこりと笑って、いい部屋じゃないか、と辺りを見回した。と、窓のそばに古い鏡台がある。これがなんだか気になった。普通、こういう鏡台は壁にぴったりとくっついているものだが、この部屋のものは壁から離れている上に斜めを向いている。M さんはこの鏡台を壁にくっつけようとして、つかつかとその前まで歩いていった。手を触れようとしたその瞬間、後ろについてきた娘が、動かすな。男の声を発した。え？と、それっきり鏡が動かせなくなった。お前、何言ったんだ？というと、何？と娘にはもうそんな気配はない。その夜、娘が寝つけないでいる。慣れない旅行で疲れているはずなのに、仰向けになったまま部屋の天井と壁の境目あたりを見て、コクコクと首を振っている。1、2、3、4、5。何をしているの？と奥さんが聞くと、数えてるの。8、9、10、11。そういえば、小さな声で数を口にしている。何を数えてるの？人。何の人？人があそこを歩いてるの。それで一体何人いるかなって数えてるの。あなた。奥さんは真っ青な顔をしている。わかった、部屋変えてもらうよ。M さんが帳場へ行くと、ああ、いいですよ。と、簡単に部屋を変えてくれた。部屋を変えてくれと言ったとき、理由も求めずに、すぐに変えてくれた旅館の人の態度を見て、M さん夫婦は、もっとゾッとしたという。